シドニーのとある場所で餌を求め必死にジャンプをしているのは元サッカー日本代表雄三くん40歳のオスです。現役時代に鍛えた脚力で今日はどんなジャンプを見せてくれるのでしょうか。さすがの雄三くんでも無理だったみたい。するとジャンプは諦め横からよじ登り始めました。知能が高いことがうかがえます。そして高らかにジャンプ。目的の餌はなかったけれどご満悦な雄三なのでした。